を聞くと胸が騒ぐですねそういう感じなんですけれども、あのここからもですね、ちょっとしたカープ女子会を開催させていただけたらなと思いますので、皆さん10分少々ではありますが、お付き合いよろしくお願いします。まずはですね、まず今もね、平原さんからカープ女子会という言葉もありましたけれども、そのカープ女子会とは何ぞやというところからのお話なんです。Facebook というのがありますよね。されている方も聞いたことがあるなという方も、 SNS ですね、インターネットでですね、検索していただいたらカープ女子会という Facebook ページが出てきます。そこで去年の1月に立ち上げさせていただいて、今もうようやく1年半くらい経過したんですけれども、今なんと1万いいねをいただきまして、私たち日々活動させていただいております。その中で私リーダーを務めさせていただいてるんですけれども、その中で今日はですね、メンバーでも本当に活動してくれている3人に遊びに来ていただきました。じゃあまず自己紹介をリミちゃんからお願いします。はい、カープ女子会サブリーダーのリミです。普段は RZIPPER というカープ応援型パフォーマンスユニットで活動しています。好きな選手は鮭こと鈴木雅光選手です。はい、って言ってもいいの分からないと思う。鮭ってね、はい、はい、で最近ですとゴールデンウィークの深い話に少し出演させていただいて、はい、チュートリアルの徳井さんがお家に遊びに来てくれました。はい、そうなんですよね、はい、チュートリアルの徳井さんがカープ好きというのは皆さんご存知かと思いますが、なんと呉出身のリミちゃんの家に遊びに来たと。はい、部屋がもうカープまみれということで、はい、地元のちょっとメディアさんにもちょこちょこ取り上げていただいてたんですけど、はい、徳井さんがどんなもんかと見に来られて、お前頭おかしいやろって言われてそう、呉のどこかとかも言っても大丈夫ですか？はい、温度出身です。呉の温度に彼女は住んでるんですけれども、はい、出身ということで、はい、そこにだから徳井さん来られたってことですよね。わざわざ遠路はるばる来てくれてました。なんか言われてました？呉の町のことも。ええー、ところやなーって。防波堤で寝てましたよ。呉ならではの楽しみ方を、はい、海ですからね。はい、まあ、そんな本当にカープ好きな、はい、リミちゃんということでよろしくお願いします。はい、さあ続いてお隣のゆきちゃんお願いします。はい、カープ女子会サブリーダーのゆきです。普段は短大生をしながらたまにメディアなどに出させていただいたり、今はカープタウン広島の小さいローカル雑誌なんですけど食レポを担当させていただいております。徳井選手のファンで、もう徳井選手を追うためにカープに入ったようなもんなので、はい、しっかりと応援したいと思っております。徳井選手が大好き、今日も登板しますけれどもね。かっこいいですね。他に徳井選手のどういうところが好きなんですか？そうですね、ちょっと生意気な発言をするところとかちょっとこうツンとしてる感じのいいですね、ツンとした感じとも、ホクロが笑った時にちょっと消えるんじゃないかっていう感じがすごいマニアックマニアックですね。一押しは福井選手。はい、でも今日着ているユニフォームはスライディーねえ、スライディー行くときは間違いないけどありますもんね。はい、ありますね。はい、そんなゆうきちゃんです、よろしくお願いします。さあ続いてゆなちゃんお願いします。カープ女子会のエリナです。よろしくお願いします。ちょこちょことカープ女子会で見させていただいてるんですけれども、好きな選手は鈴木選手ですね。すごくかっこよくてプレーもベテランならではの、ちょっと小細工とかをしてくるところが好きです。三好といえばね、鈴木選手といえば三好ですけれども、はい、辛麺焼き美味しいです、ね、美味しいです、はい、食べてます私もね、辛麺が大好きで、お家でもお好み焼きとか焼きそばするときは広島市内の浅見並区に三好金彩館っていうのがあって、三好のお野菜とかそれこそ辛麺も売ってるんですよ。で、何でしたっけ、三好の洋酒ケーキとかも売ってて時々行くんですけど、そこでわざわざもう辛麺買って家で作ります。わかります、私もよく行きます。本当に美味しいよね。そうなんです。そんなね、三好出身の鈴木選手が大好きな、はい、エリナちゃんということでね、よろしくお願いします。まあ、今日は何を喋ろうかということなんですけど、もうどれくらい皆さんがカープが好きかみたいな話ができたらなと思うんですけれども、なんかあなたのカープ愛をぜひ聞かせていただきたいなと思ってですね。じゃあリミちゃん何かありますか？カープ愛。カープ愛、昨日と一昨日の試合、はいはい、一昨日だったかな、中崎選手が元気で退場になった試合なりましたね。はい、あの時に感動したのが新井さん、はいはい、新井さんが、まず中崎君が
どうしようってなって、片岡選手のとこにちょっとフラフラっと行きかけるんですよね。それを新井さんが一塁からバーッと走ってきて止めるんですよ。ほう、お前そこにいろ、ほう、行くなと、行くな、見るなと、見るなと。で、自分が片岡選手のとこに行って状態を確認して、大丈夫だ、安心しろって言うんですよ。言ってたかどうか知らないですけど、そういうの聞こえたって、そういう画面を通して。そうなんですね、そういう若手の投手がトラウマになるじゃないですか、自分が当てちゃった選手を目の前で見ちゃうと、それを止めに行くっていうのを見て、こういうところでもベテランの存在感ってあるんだなって感動しました。なるほど、はい、動揺してる中崎選手をそうこう落ち着かせて、お前は待っとけと、待っとけ、俺が見るから。たくましいですね。かっこいいですよね。でその後に緊急登板した市岡選手、はい、肩作る時間もなかったと思うんですけど、しっかり抑えてくれて、で、まあ、投球に入る前に新井選手のミットも、はい、切れちゃうんですね。切れちゃって、はいはい、新井選手ミットの交換のためしばらくお待ちくださいってアナウンスが流れる。アナウンスが流れたんですけど、パッと見、新井選手は市岡選手のために時間稼ぎをしたんじゃないのかって思ったんですよ。あ、そこもベテラン新井選手が気を使ってって思ったら、1球も投げる終わらないうちに戻ってきました。ダッシュで戻ってきました。本当に切れただけだった、切れただけでした。まあ、でもところどころでそういった新井選手の気配りっていうのが感じ取れるんですね。そうなんですね。プレーだけじゃなくて、ちょっとこう若手の選手のためにだとか、チームのために雰囲気を盛り上げるっていう役割をね、38歳ですか、38歳ですよね。40前のおじさんがしてるわけですよ。おじ様がね、いやもうまだまだ現役で、そうなんです、頑張ってるわけですよ、ね、キラッとしますね。もういやー、見るとも違いますね、やっぱりね。すごいな、そんなことがあったとは。そうなんです。新井選手のじゃあ今後の、ね、後半のまとめ具合もやっぱ注目していきたいと。そうですね、ちょっと暑くなってきて、夏バテ気味かな、スタメンも外れてます、ね、そうですね。でもなんかまあ、すぐ大事を取ってってことですもんね、そんな怪我をしてとかじゃないですから、ちょっとまあ調子が落ちかけてるところもあると思うんですけど、すごい体の強い選手って金本さんも言ってたんで、素晴らしい、もういろんな情報が入ってきますからね。多分大丈夫だと思います。安心して10月まで出ていただけると、はい、いうことですね。じゃあゆきちゃんは何かこう乾杯について先に何かあったら教えてください。はい、はい、私は福井選手について話そうと思うんですけど、おいおい、福井選手って意外とおっちょこちょいなところがあって、実は大学を留年してるんですよ。浪人をしてて、それがなんと受験日を間違えて大学を受験できなくて、島根のとある施設でずっと一人で勉強してたっていう姿が見られるんです。え、1年間そこで勉強、修行してたってことですか。修行してて、あ、もう俺行けないからいいやって言って1年間もう棒に振って勉強して、でその後早稲田の方に入って、早稲田の産経の大石選手と斉藤佑樹選手と福井選手っていうことになったんですよ。すごい意外とおっちょこちょいな、おっちょこちょいで受験日間違えた、受験日間違えたっていう、もう本当カープ入団する時もすごいなんかちょっと生意気な発言して最初狙ってたんですけど、でもその代わり黒田選手と同じぐらいの勝率を持ってて、自分は影で黒田選手だと思ってるんで、影の黒田選手は福井選手だと思ってます。ああ、活躍者として、活躍者として、なるほど。福井投手じゃ本当にもう大好きなんですか。大好きですね。おっちょこちょいな面って他にも何かあったりするんですか。おっちょこちょいな面はもう他にはもうそれが一番目立つんですけど、もう本当それが一番私の中で頭に残ってて、あと他にも甲子園の初優勝、初優勝というか初出場させてしたりとか、もう本当福井選手が引っ張っていったりとかしてるんで、意外とリーダー的存在なのかなって思ったりしてます。私は広島前田よりも広島福井で行ってほしいなと思っております。広島をね、代表する選手の、はい、なってほしいなと思いつつ、でも今年ね調子上がって、はい、ね、勝率、はい、それこそ黒田投手の時間取ってて、はい、いい感じに今行ってますもんね。去年も後半からぐんぐん行ってるんで、もう今年も頑張ってほしいなと、ね、復活したなって感じがありますよね。すごいいいですね、大好きなんだなっていうのはゆきちゃんの表情からも
伝わってきますけれどもね、福井投手一押しの、はい、ゆきちゃんということですね、はい、じゃあエリナちゃんは何かこう乾杯についてそう選手じゃないんですけど、はい、もうフラットスタジアムで一人で観戦とかもよく行きます。一人カープ女子、はい、本当に仲良くなります、周りのカープファンの方と。へえ、未だに一人で観戦をしたことがないんですけど。そうなんですか。そうなんですよ。意外、意外ですね。一人の時ってどんな感じですか。まあ、私あんまり一人では席つかないんですよ。こう回っていろんな角度から見たいんですよ、野球を、はい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 、でそこで、まあ、横にいるカープおじさんとか仲良くなってこう一緒に応援したりとか、まあ、乾杯したりとかして盛り上がってます。でも席つかずにコンコースくるくる回って、くるくる回ります。でそこで立ち見してる、立ち見しながら隣の方と一緒にワイワイして、ワイワイして、くなります。うわーすごい。ぐるぐる回ってなんかどこの角度とかどこのこう場所がいいなみたいなのあったりするんですか。席でもいいですけど、見やすいのはやっぱりこうピッチャーが投げる正面の席で言えば SS ぐらいのところがやっぱり見やすい。あのお高い席ですね。そうですね。なのでいいんですけど、まあ、遠くから見た時でもやっぱり丸選手とか外野の選手の動きとかもよく見えるので、それ違った角度から見るのも楽しいですね。わあすごいね、そういう見方があるんですね。ここ結構ね、本気カープ女子なんですよ。一人観戦してたり、もうデミちゃんの場合年間指定席買ってたりとか、そういうね、本当にあのカープを心から愛するカープ女子3人ということで、今日は1回目のカープ女子会を今開催させていただきました。最後に一言ずつ、じゃあデミちゃんからお願いします。はい、ちょっとカープもね、巨人2連勝して、はい、ちょっと沈んでた気持ちがまた浮かび上がってきてますので、はい、今日も勝ってね、うん、一気に貯金を、貯金じゃない、借金を返していきたいと思います。はい、ここから応援したいと思います。はい、ありがとうございました、レミちゃんでした。そしてゆきちゃんお願いします。はい、今日は私の大好きな福井選手が先発ということで、はい、しっかり投げてもらって、もうこのまんまクライマックスいけるようにまずは頑張ってもらいたいと思いますので、今日はリミさんたちと一緒にここで応援したいと思います。はい、じゃあ最後にエリナちゃんお願いします。今日勝って、まあ、次のスタジアム戻ってくるので、またそこから連勝してもらって、はい、このまま貯金につながればいいなと思ってます。はい、思いがね、届きますようにということで、1回目のカープ女子会はこれまでとさせていただきます。また2回目、3時20分頃から10分程度ではありますが、お話しさせていただければなと思いますので、どうぞお付き合いよろしくお願いします。どうぞ3人のカープ女子の皆さんに大きな拍手をお送りください。